皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。レンジャーズや、大リーグの皆さんへ、本日の出来事、先に、僕の方で、ちょっと2割ほどは、演技なんですけども、起こるような形でメッセージ発生させていただいたんですが、いろいろと、その思い当たる節のところで、その三田市のね、その人口は10万人、っていうことが、そもそも本当に10万人そこに住んでいるのかなっていうところで考えると、どうもこれは数がおかしいと。で、神戸市北区とかも22万人ほどという表記なんですけども、基本的に。23万とか4万とか、そういう表記を見たことあるんですけども、その自分たちが巻いていったそのビラとかチラシのカウントを思い出すと、そんなにいましたっけっていうこと、やっぱり、なります。やっぱりこれが本当のことです。で、この地図見ていただいたら分かるかと思うんですけども、三田市なんですが、ちょっと例えばね、こういうふうにツツジヶ丘、さっき前の動画で言ってましたけども、ツツジヶ丘って、こういう人口密集地帯、その一軒家が1000軒ほどあるようなところは、こういうふうに結構見やすく表記されます。で、そういうふうなところが、あとはこのウッディータウンって呼ばれている、欅台とかなんかいろいろな名称ついていますけども、ウッディータウンとかフラワータウンの合計で、集合住宅込みで、4000件はないでしょうね。で、あとは密集地って言っても、友ヶ丘っていうところも、これくらいなんですよ、大きさ。他と比べたら分かると思うんですけども、例えば先ほどのツツジヶ丘の、半分ほどだから、どっから、ここから、ツツジヶ丘。いや、だからね、人口10万人っていうところが、これどうだったかなって。あとは巡回、その手話株式会社、その人はある程度密集してるところを巡回販売してましたから、例えば僕はそのツツジヶ丘を担当していたときは、このツツジヶ丘と、この、愛の台っていうところと、この近辺、農村部の人たちとか、あと四つ辻のところとか、こういうふうなところを行ってたんですよ。だけど、この四つ辻のところも、駅の周りに、100件にやったかな、どうかなっていうぐらいで、で、愛の台っていうところも、200件、どこからどこまで愛の台と見れば、それぐらいだったと思うんですよ。で、こういうふうに換算していくと、だって中には空きがあるでしょ、絶対。その人口三田市の10万人のところを僕は否定してるから、だからその政府のデータの方が上だみたいな形でコンピューターが作動して点数がそうなったのか、昨日阪神タイガースが8対0で勝ったから、8点ダイヤモンドバックスが取ったのか、いろいろね、精査して、物事考えるんですけども、ただそのインターネットでね、その6対5の話あったでしょ。それ、どうせ昨日のデータと見間違えてるんじゃないかって思われるかもしれませんけども、本日のデータとして最初表記されたんですよ、6対5で。で、後から昨日ってされるんです。本当に。もう引くでしょ。今の話聞いたら、もう、なんていうんですか、こう、気力的にも皆さん大丈夫ですよ。これ現実ですから。あとは、けど、三田駅周辺も、この辺りで、商業施設とかもありますから、家の数、1000軒ぐらいかなっていうことになるんですよ。そうなってきたら、あとは上沢っていう地域があるんですけども、友ヶ丘と先ほどの辻ヶ丘の間、そこも、全部合計したら1500軒ぐらいあるかもしれないです。っていうことはですよ、辻ヶ丘で1000件で、上井沢とかで1500件として2500件でしょ。で、ウッディフラワーで、じゃあ多く見積もって4000件として、6500件でしょ。友ヶ丘とかその周辺、友ヶ丘っていうその巡回地域はその上の方の、
北の方への、まあ、こういうふうなね、シデハラとか、この辺りの奥の方も確か巡回してたと思うんですよ。だから、いや、ある程度お客さんいなかったら、数字絶対出ないですから、っていうことは、1万件ぐらい家の数で空き家、そこから引き算で。じゃあ人口10万人っていう政府のデータが、それ嘘じゃないですかっていうことになると思うんですけども、いろんなケース一応考えてみたんですよ。二重国籍の人とかいらっしゃいますかと。一応まあ、国会議員になろうと思ったら、二重国籍の人はなれません。選挙に出れません。禁止されています。で、海外、これ昔ね、日本で何があったかって言ったら、例えば、北朝鮮は楽園だとか、そういうふうな触れ込み、第二次世界大戦の後です、食料事情とかで。で、ブラジルとかは楽園、日本よりも豊かだって言って、移民の政策をされたんですよ。で、それで、第二次世界大戦の後だから、もちろん焼け野原で書類とかもめちゃくちゃなってるじゃないですか。住宅爆撃状態だから。サンダーの方はさすがにそれはなかったと思うんですけども、神戸市のその中央区とかあの辺り、近辺から西宮とかの工業地帯、阪神工業地帯とか、その工場がまず狙われますから。で、まあ東京の方とか、まあ大阪とか、まあ広島とか、まあいろんなところはそうだったんですけども、多分ね、もう、その第二次世界大戦の後、国としての機能がめちゃくちゃになって、その、多分死亡届はね、他国へその行ったままで、死亡届は多分出てないと思うんですよ。で、人口が、残ったままになってるか、国が開き直ったか、桁違いの話で。桁を本気で変えてきたとか、多分そうだと思いますよ。だから神戸市自体の人口も大きく、誤差がある可能性があります。147万人という数字が数年前の数字だったんですけども、もしかしたらそれだいぶ前の数字かもしれないです。ちょっと自分で思い当たるところの節、まあ、大体、空と台は、大体家のケースはこれぐらいとか、まあ、有野台とか東有野台とか、まあ、神戸市北区、まあ、鹿の子台とか、あの辺のところが大体で何件ぐらいかっていうところがある程度はわかるんですよ。だから、その辺のところで、その家の件数をまず考えて、そこから本当に20数万人もいるかな、っていうところを、まあ、一度考えてみたいなと思います。以前考えたときは先ほど考えたんですけども、いない可能性の方が高いなと。これ、どこの地域もそうなっちゃうかなと。で、ただね、ガソリンの消費は増えてるんですよ。だからエネルギーの残存量問題は何も解決してないんですよ。そこなんですよ、問題は。実際より思ってた人口よりももっと少なかったのに、ガソリンの消費がこれだけ増えてるっていう話になりますから。いや、もうだからもう今力抜けてる状態ですね。まだはどこからどういうふうに物事をどうしたらいいんだろうに、やっぱりなりますから、この今の話聞いたときね、どうでしたっけ？まあ一応ね、秀和株式会社北神戸店に、その、2006年ぐらいの頃、三田市のその一枚物の地図、その前任さんのね、一軒一軒名前の入っている、その、表札の。だけども実際行ってみたら表札面違うっていうことは、これはあります。作業は追いつかないですから、その地図自体がね、結構古かったりとか、これ、誰が、手打ちで入力してるのかなとか、コンピューターの自動かなとか、まあいろいろ考えるところはあるんですけども、これ手で打ち込んでいた、これ相当家の表札誰か見に行ってっていうことになるんですよ。それか国に出してる登録で見てるのかなっていうことになるでしょう。だからその辺のところで、
まあ、なかなか追いつく仕事でもないなっていうのが、その入力作業がね。だから、まあ、これは日本の、警察官の人たちで、一回、秀和株式会社の北神戸店の、その一枚もの地図、ね、しっかりと覚えてる人いらっしゃいます。で、僕はさっき言ったあの内容の、その、つつじが丘とかね、ウッディータウン、フラワータウン。そこをちょっと多く見積もったつもりなんですけども、両方合計合わせて。もう今頃は全部埋まってると思います。まあ2000年の頃は、まだそのウッディータウンの方は、空きスペース結構ありました。で、だから三田市全体で1万件ぐらいしかない。じゃあ10万人？え？っていう。だから途中から変な話が混ざり込んでたんじゃないですか。本当のところ人口3万人ぐらいなんじゃないかと。3万人もしかしたらいるのかな、いないのかな、の話に次になります。いや、だから海外にね、その頃の話を、日本政府が投げ出して、もう無理だ、追い切れない、調査できないっていうことになって、そのままの数、残しっぱなしにしてるんじゃないですか。どう考えても、家の件数から考えたら無理だから、今シーズンで考えるとね、例えば阪神タイガースの得点と同じ形でエンゼルスが得点したり、エンゼルスの得点した得点と同じ得点で、その日の阪神タイガースが同じ点数だったりだとか、そういうケースも発生してるんですよ。だからまあ、その未来と現在と過去の時間軸はいろいろつながってる部分あるでしょう。だからコンピューターの介入はどこからどこまでされたら、どういうふうなシステムで動いているのかっていう、それ解明してもらわなかったら、もう人間の方で言って物事を構成するしかないから、構成ってどういったらいいんですかね、こう、作るというか、こう物事を組み立てるというか、そういう構成、多分ダイヤモンドバックスの方々たちが、もう率先して自分の頭の中を渡してもらうしか、ないじゃないかなって思います。だから何か、だから僕は政府のおかしいところをいっぱい調査していて、それは大事なことじゃないですか。ね。みんな本当のことが分からなくなったら、もう世の中どうしようもなくなるんですから。本当に。だから、まあ、例えば、まあ、ちょっとこのまま撮影して家の外出ますけども、家の横にね、河川がありますけども、近くに、有野川といって向こう側に合流するんですけども、これ見てもらったら分かると思うんですよね。向こうの方にあるんです。で、明らかに向こうの方が低いでしょ。で、三田の向こうの方へ行ったところに、まあ、北の方に青野ダムっていうところがあるんですけども、これ向こうに水がな北の方に一旦流れていってる以上、下降してるんですよ。向こうの方に傾いていってるんですね。で、向こう側に合流してる。で、そこからは青野ダムの方へは上の方に上がっていってるんですけども、あんまり高低差ないんですよ。っていうことは、すぐ横のあの建物、藤原台の集合住宅や分譲マンションも含めてなんですけども、多分あの辺りも、多分電気で組み上げてるんじゃないかなっていうのはおおよそのところですね。高さ多分、あの高さまで青野ダム多分ないですよ。電車見てもらったら分かる通り、ほぼ平行、大体三田まではほぼ平行で、一部、まあ、登ったり下ったり一部してます。だから、大体のところで三田とこの辺りで同じか、やや三田駅の方がここより低いっていうような、形になります。河川の状況を考えてもらったら。そのプラスマイナスでね、向こう側に合流してるところで、まあこれ考え方とかいろいろあるんですけども、向こう側に合流してるところがほぼ三田近辺なんですよ。で、そこから三田駅まで一駅ないんですよね。で、そこまでの軽い上りの傾斜、角度、まあ1度、2度、3度多分ないかな、どかぐらいの角度ですから、で、三田駅からその青野ダムって2駅なんですよ。で、ほぼ、傾斜なし、緩やかな河川なんですよね。
で、ダムはさすがにちょっと登るんですけども、歩いてもすぐでした。高さ、高低差、駅から30メートルぐらいなかったと思いますよ。で、河川の底自体が、河川の底じゃなくてダムの底に旅客機をつけるものだから、それが浄水場になるんですけども、だからそれ考えたらもうどう考えてもあの辺り上の方を電気で組み上げてるっていう形になると思うんですよ。何かエアー式か何かで、組み上げてるんだったとしたら話はまあ変わるんでしょうけども、誰かは人力でね、だからそんな人見たことないでしょ。だから建設業界の人たちが、これね、多分世界中本当のところそうなんじゃないですか。ダムの高さとかあんまり気にしないでずっと建ててきてしまった方なんじゃないですか。あ、ちょっと撮影しに行っただけですぐそういうところすぐ分かるから、まあ、青のダムの手前の方の、JR 道城駅の近くに千貝貯水池っていうダムがあるんですけども、そこはねもう送水線が河川のところを横切っていて高さがまるで足りてないから、そこを千貝からだったら鹿の子台とかも組み上げ式っていうことになるでしょうね。青の台だったらもしかしたらまだ台、あ、じゃあ青のダムの方だったらたらまだもしかしたら大丈夫かなと。ウッディフラワーもこれ無理だろうっていう形になりますね。集合住宅、もう4階建てでも多分無理なんじゃないですか。もともと高台だし。もうその辺のところから町づくり課の人たちが何をしなきゃならないかっていうことを、まず建物を建てないこと、これを覚えてもらわなきゃならないんですよ。その人口の数がもともと間違ってたらもう話もうめちゃくちゃでしょ。人口統計のだから1億2000万人の数が全然違うかったっていう話になるかもしれませんから、大幅に。まあ、ちょっと一旦もう電源、一旦電源オフにして、ちょっと、まあ、大体では大雑把で申し訳ないですけれども、北新清和台とか、まあ、神戸市北区の各、住宅の件数、もう一度ちょっと思い出して、大体で、一回計算してみたいと思います。先ほどの、続きですけれども、神戸市北区で、まあ、大雑把ですけども、数カウントしてきました。いろいろ、まあ地名ありますけども、まあこういうふうなところでね、まあ見えにくいとは思うんですけども、ピントがちょっと合いづらい。まあまあ、だいたい3万9千件ぐらいですね。ここから、まあだいたい大雑把に数えてるんで、まあもしかしたら4万数件かもしれない。4万数千件かもしれない。もしくは3万、例えば7千件かもしれないし、3万5千件かもしれない。まあ、とにかくまあ3万9千、この前後ぐらいで、そこからの空き家があるっていう考え方ですね。っていうことは、人口その27万人っていうことは、神戸市北区もこれは違うでしょうね。実際はそこまでいない。まあ、10万人以上はいらっしゃるかもしれませんけども、その、なんか、市とかはふざけて、その、いや、神戸市北区は実は10万人台で、三田市は実は3万人ぐらいで変わってないんですよとか、5万人ぐらいで変わってないんですよとか、そういうことなのかなとか、この一言で余計混乱してしまいますよね、皆さん。僕もね、この社会の実情、まず人口、まず現状を日本で住んでいる人をしっかりと
把握するところからだと思いますね。まあ、ちょっと地域上から順番じゃないんですけども、まあ、ある程度で言いますよ。ある程度の地域の範囲で、神津台、1000件ぐらい、鹿の子台、1500件ぐらい、北辰清和台、1000件、まあ、田尾路駅からそのちょっとした路地のところ含めてですね、で、あの辺りのところも含めて、で、藤原台がまあ3000件ぐらいで、ありの、まあ、北町と南町含めてですよ。で、ありの中町がまあ500件から700件あるのかな、どうかな。そもそもそんなにあるのかな、どうかなっていうところですね。あと、有野台と東有野台で、まあ多分3000件ぐらいだろうなというところですね。もうある程度大体で進めます。あと、唐戸台、まあ唐戸台と唐戸町で、まあ3000件ぐらいで、まあ有馬温泉だったらまあ300件ぐらいでしょうね。で、新鉄六甲駅の周辺、唐戸町とは違うところ、まあ、山の中入っていったところとかも含めて、まあ、1000件ぐらいで、大池で大体1500件ぐらい、まあ、ちょっと行ったこと、大池はね、電車で通り過ぎたぐらいで、巡回とかしてたわけじゃないので、何かの手伝いとかでね、まあ、もう、大池、県にもし集合住宅がたくさんあったら、件数だいぶ変わってくるんですけども、まあ、花山は集合住宅がたくさんあるから、まあ、だいたい3000件ぐらいと。まあ、もしかしたらそこまでないかもしれないんですけども、まあ、唐戸台も集合住宅込みで、まあ、だいたい3000件ぐらいですね。まあ、50棟も棟があったら、かなり大きな集合住宅のエリアですね。で、まあ、大体どこも、高さが4階建てか5階建てぐらいで、エレベーターなしの、入り口3つぐらいですよね。っていうことは、まあ、4階建てだとしたら、いや、5階建てだったかな、5階建てだったとしたら、だから1棟30軒ぐらい。だから50棟で、まあ、1500軒ぐらいにはなるんですけども、まあ他の一軒家の方で、まあ1500件あるかなどうかなで、3000件でもこれもしかしたら数多いんちゃうかぐらいで、多分市は株式会社で巡回したことある人だったら分かると思うんですよ。一応昔はオンドロっていうコースがあって、巡回地域が、まあ、名称が新鉄六甲のところの駅から降りて山の中入っていくところと、かなり、かなり細い路地のところで、まあ、タンクローリーだったらちょっとなかなか曲がるとき厳しいところが何箇所かあります。気をつけなきゃならないところで、そのオンドロっていうその巡回名で僕らがね、回ってたところで、その新鉄六甲の駅の、道路、有料道路を挟んで、唐戸台の方に唐戸町が残ってるじゃないですか。集合住宅がその向こうにあって、あたりは唐戸台の方としてカウント、唐戸台や唐戸町の方としてカウントしています。で、まあ次大池が1500、まあ大池がさっき言いました、花山も言いました。で、青葉台と柏台と、山田町と日の峰松ヶ江町で、まあ、2000件ぐらいかな、どうかなというところですね。あと、広陵町と小倉台で2000件、まあ、2000件はさすがにないかな、どうかなっていうところなんですよ。まあ、ちょっと多めにこれでもカウントしてる方なんですよ。で、緑町、
大原、葛城、あの辺りで合計2000軒ぐらいじゃないかと。ちょっとね、その辺りはね、集合住宅がいくつかあったと思うんですけども、棟数がね、ちょっと全然わからないので、もうこの辺りはかなり大雑把に、まあ、2000軒ということにしてます。で、泉台のところはね、ちょっとここも集合住宅があったのかなかったのか、全然わからないんですよ。で、集合住宅だったら話全然変わってくると思うんですけども、まあ、県や、まあ、その地図を見た限りの、その大きな地図でね、だから、表札が入ってるような地図じゃないから、集合住宅と一軒家の区別がつかないんですよ。で、まあ、大雑把に見積もって、まあ、1000軒から1500ぐらいなのかな、それとも集合住宅の団地が、例えば100棟ぐらいとかあったら、また数字は変わってくるんでしょうけど、まあ、大体1000ぐらいで考えました。公営台、松宮台、若葉台、鳳山町、まあ、この辺りは集合住宅も確か結構あったと思うんですよ。で、まあ、3000軒ぐらい。で、北御用もまあ1000軒ぐらいかな、もうちょっとあるのかな。あの辺って集合住宅何棟ぐらいありましたっけ？だから1つの棟で30軒ぐらいとして、50軒で1500軒でしょう。もし100棟ぐらいあったら3000軒ぐらいになるんでしょうけど、100棟ぐらいありましたっけ？ちょっとその辺は僕はわからないですね。あと、スザンライ北町と東町と、まあ、中里町のあたり、だからまあ南町とかあのあたりも入って、ある程度入ってくるかと思うんですけども、あの辺は集合住宅まず見かけなかったと思うんですよ。で、2000軒ぐらい。で、スズランダイ西口の周辺のあたりで、1000軒。だから、スズランダイ南町がこっちの方の数字とちょっと重複しているような形で、君影町と鳴子と清和台でまあ3000軒ぐらいで、鵯越台で2000軒ぐらいで、これで合計3万9000軒ぐらいだったんですよ。神戸市北区の人口、だから空き家がいろいろあったとするのであれば、まあ、大郷の方の数字は抜けてますけども、大郷はね、この間河川の撮影しに行った時に、ほとんどね、まあ、三木市の方へ続いてる道の両サイドのところは、だいたい空き家とか、もうだいぶ前からもうボロボロになってる状態のところが多くて、まあ、だと思いますよ。ちょっと、道路から外れた、その河川の近くの方で、まあ、田んぼがあって、まあ、その辺りに住居を建てられしゃる方、まあ、もうそこも何軒かは、向こうは空き家だろうなっていうところは結構ありましたし、その辺りはね、ちょっと数、500軒あるかな、どうかなというところですね。ちょっとわからないですね。まあ、神戸市北区。まあ、そうですね。あの道路沿いから北の方に進めば、その三木市の湯川町とかの方までの、その大郷の範囲を考えたら、大郷町の範囲を考えたら、もしかしたら1000軒あるのかなというところですね。だからまあ、ということはそこ加えて4万軒ぐらいの話ですね。そこからまあ、空き家を引いてみたいな形ですね。やっぱり、少ないと思います。22万人もいないと思いますよ、そもそもで。で、これに、日本の人口自体が、これもすでに、その海外とかにね、その前の VTR で言いましたけど、朝鮮半島は楽園だとか、その頃は北朝鮮だったかな、なんか、
嘘でね、向こうの豊かだっていうことでブラジルに移民したりだとか、そんな距離当時で移動したらもう二度と帰ってこれないじゃないですか、国とかの助けがなかったら。いや、その情報伝達とかがその当時しっかりとできていたか、どこに誰が住んでるとか正直わからないじゃないですか、なかなか。パソコンの中でね、移民してきた日本人は日本人のところで、ブラジルの政府がリストを作ってくれていたのかどうかで、もうそのリストを作ってなかったら無理じゃないですか。ここのフォルダー開いたら、日本人の移民者がわかるっていうところがなかったら、もう各地域バラバラで、どこに日本人いるか知りませんかの世界なんか絶対無理でしょ、探し出すの。だからね、これ日本中が多分同じ状態だと思うんです、人口。だから多分もうすでに日本で現在在住されている方が1億人多分いないんだと思うんです。住んでる家の件数からこれ割り出してますから、これ多分大幅に違うと思いますよ。多分平気で1億人割り込んでると思いますよ。確かね、その海外のね、僕からも、心ある番組ということで、その追跡調査みたいな、日本人の家系のルーツの方とかで、一応テレビ東京さんの方とかで、そういう番組していたじゃないですか。例えば、ユアナンシー日本へもそうですし、その他の番組でも、自分の祖父がとか、ひいおじいさんとか、ひいおばあちゃんだとか、そういうところまで、3代、4代まで前遡って、その日本人のその家系があったという方が訪ねてこられたルーツとかがあって、で、そこで、その詳細のデータ、辿っていってね、その役所さんがどこか分かって、で、問い合わせてみたら名前出てきてましたから、多分データとして残してるんだと思います。で、それで人口が1億2000万人台っていう表記になってるだけで、実際在住してるのは、多分今、すでに1億人いないと思います。もうこれ多分、方法間違いないですよ。インドネシアとかそもそもフィリピンとかにも結構移住されてたじゃないですか。そもそもの話で言うと。中国とか台湾とかもそうでしょうし、戦争いろいろとか残留孤児の話とかもあったじゃないですか。だから日本でね、これ世界の皆さんにこれ驚かれるかもしれませんけども、一応テレビでもね、一回それ見たことあるんですよ。だからテレビが普段から、だから信じてたら信じたで、急に1億2000万人か1億人になったみたいな話されても受け入れられないじゃないですか。で、テレビはフェイクニュースを放送してるっていうのを知ってたら知ってたで、フェイクニュースかってなってしまうじゃないですか。もう今の僕の話聞いていてわかるかと思うんですけども、1億人いないですね、日本に住んでる人、日本人が。どの程度住んでるのかもう今は全然わからない。だから、もう何がどうなってるのか全然わからないですね、本当に。国の末端の人は末端の人でわからなかったり、上の方は上の人で選挙でしょう。選挙でいきなり、例えば民間企業の役員さんとかが選挙で、当選して市長とか知事とかになるケースもあるじゃないですか。安倍さんがもともとそうだったじゃないですか。神戸製鋼の、神戸製鉄所の、社長
が、まあ、役員だったことはまず間違いないんですよ、安倍晋三さんは。だからもう一回戦争が始まったら、もうただでさえもともとはっきり正確な情報って、まあ、その当時、昔、第二次世界大戦のことですが、1940年代で、だからプロペラ機だったわけじゃないですか、そんな時代にそもそも正確な情報がどれだけあったかわからない時代から、第二次世界大戦の後を経過してきたわけであって、これね、まあ、そうね、その、レンジャーズとそのダイヤモンドバックスの試合で、まあ、あれこれ言ってた僕を客観的に見られている方は、それこそ君、野球でそんなことに時間費やしてって思われる方は多分思われてると思うんですね。まあ、一応僕、いつも同時進行で、まあ、昔もね、そのデビュー曲にそれ言ったんですよ。多分これ一応ここにいないって。で、一回テレビを放送したんですよ。で、これ世界中で本当のところお互いどうなのかなって人口。それ一回カウントできます。そのあたりでね、マイナンバーカードを作り始めた理由って本当の人口を知ることも多分理由なんじゃないかなって思うんですよ。だから、もしかしたら結構マイナンバーカードを申請してきてる人は、たくさんいる方なのかもしれないですよ。いや、だからもともと人口は違うから、パーセンテージ全然変わってくるじゃないですか。今、現存でね、日本に住んでる人。一時的に JICA とかで海外行ってる人もカウントしてですよ。日本に住んでるみたいなカウントの仕方ですよ。日本国籍だから。日本国籍は残ってるんだから。だって家の件数なんですもん。だって、4万件じゃあどう考えても、ね、そこから空きありなんだから、どう考えても、ね、僕みたいに一人暮らしの人もいらっしゃいますし、20数万人いるわけないじゃないですか。今ちょっと僕も硬直ちょっとしてしまった状態ですね。世の中どうなってるんだろうっていうことで。レンジャーズとダイヤモンドバ、まあ、大リーグの皆さんにも、まあ、この僕のね、しっかりと喋ってる内容を聞いてもらったときに、まず自分の国の人口とかもしっかり把握するところの方が先なんちゃうかとか、まあ、世界中多分どこの国もそうしてもらった方がいいんじゃないですか。ただ、実際そこまで人数いないのに、エネルギーの消費量は世界で見ると拡大されてたんですよ。コロナウイルスのどっちだけちょっと減ったんですよ。消費が。渡航制限とかかけたから。あ、もうこれが現実です。以上です。皆さん、チャンネル登録と、着信通知載せて、よろしくお願いいたします。で、我が天下とか我が天下戦国不遇の人たちで、僕の YouTube、日々動画上がってきてる内容を名刀してる人とか、政府の人たちとかで、この話聞いたときに、ああ、そういうことだったのって、なんとなく、まあ、信じれなかったら、自分で神戸市北区、まあ、全部歩いてみたらいいんですよ。まあ、1ヶ月ぐらいかかるとは思いますけども、調査するのに。まあ、けど、もう僕が提示してるデータ、ある程度で、大体ですけども、信じてもらった方が早いと思うんですよ。絶対もう20万人いない、神戸市北区、どう考えても。だって、ワンルームマンション自体がそこそこ建設されてますから。で、空き家がそこそこある。神戸市兵庫区もたくさんビル建ててますけども、僕は撮影してますけどね、ガラガラだったでしょ。いや、だからもう何もかも計算違いだったんですよ。これ最終的に総理に5号国ですね、やっぱり1億人いないっていう形で、この国
でも本当に建物やめた方がいいと。そんなことエネルギー消耗してる場合じゃないって。生まれてきてる人は、それは数は間違いないです。生まれてきてる人の数ね。ただ、それ、状態はひどい少子化です。2003年個人情報保護法が出来上がってから。これ、とにもかくにもご報告ということで、多分どこの国もこういう状況あるんじゃないですか。多分ね、やっぱりおかしいなって思ってたんですよ。その日本で100歳以上の人が何万人も存在するとか、95歳以上の人も何万人とか、90歳以上の人が何万人も。人口のところ急に開けるかな。ごめんなさいね。ちょっと急で。どこだったかな。人口と都市。これは世界各国、日本、日本。ああ。どうだったかな。ごめんなさいね。一旦一時停止しますね。先ほどの続きなんですけども、ちょっとね、詳細詳しいデータの書類や、ペーパーのもの、ちょっと探し回らなきゃちょっと見つかりそうにないんで、ちょっと大体でね、その100歳以上の人が何万人もいたり、95歳以上の人が何万人もいたりとか、多分もう、あの辺の話は、もともとありえない。話だったんだと思います。ほぼいない世の中に。その他国へその移住された方のその戸籍、一応日本人として、一応議員じゃない人はその二重国籍は日本は認められていた。どうしてもそうなるような形になっていたと思うんです。その戸籍たどっていたらね、その言わなし日本へとかで、そのそういう日本人の方のそのデータが出てきたりとかあったから、その北朝鮮だとか、ブラジルとか、フィリピン、インドネシアとかの移民をされた方たち、台湾も中国、そのあたりは残留孤児みたいな形になるかと思うんですけども、移民の方も一部いらっしゃったかもしれませんよ。で、もうそういう方たちで、その現地でお亡くなりになって、で、例えばね、90歳なり85歳なり、もう平均寿命が、日本人がね、世界で1位で、男性、女性が、平均の、その寿命がね、80歳ぐらいなんですよ。で、そのからくりが結局、そのいろんな国にちりぢりになって、そこでお亡くなりになって、そのよその国も、死亡届っていうのは窓口には来ると思うんですよ。だけども、その他国へ連絡しなきゃならない人かどうかで、結局、その判断ができる人とできない人っていると思うんですよ。その公務員の人たちでも。で、今や日本は、公務員のもともと仕事してる人たちまで人材派遣会社の人たちになってしまってるから、だから情報が、しっかりと伝達ができてなかったりとか、どう対応したらいいのかとか分からなかったりだとか、もうそういうふうな状況で、これもう確実に地方にいないですね、日本。日本に、現時点で。とにもかくにも、ちょっと、一旦僕は気持ち立て直します。今は、気持ちがね、かなり、かなり、だから、もし韓国とかも同じ状況だったとして、さらに出生率が低下して、個人情報保護関係みたいなのがね、昔出来上がって、そうだとしたら、かなり、あと、とんでもないことになると思います。とにかく家作るのもうやめさせた方がいいです。これは。本当に。どう考えても買い手がいるわけがない。もともと親から引き継がれる方は引き継がれますから。丈夫な一軒家とかで。田舎の方で広い家結構ありますから。
本当に高速道路とかわけわかんないものを作ってる場合じゃないですね。もうだんだんもうメッセージの内容変わってきているんですけども、どちらかというと、もう総理とか宛てへのメッセージ、マスコミの人たちとか。まあまあ、まあ、もう日本、こういう状況です。世界的にも多分、まあ、似たり寄ったりはあるんでしょうけれども、日本がその平均寿命が、ね、一番世界で1位だった時点で何かおかしいなと気づくべきだったんでしょうね。だからまだ生きてることになってた人たちがただただ残ってただけ。まあ、1億人いないって言い切ってしまいましたけども、その1億2000何百万人、今の、実際の政府発表の数字は、まあ、けども、三田市で家の件数1万件ぐらいでしょ。そこから空き家があってどうこうですから、10万人なんか絶対いないわけじゃないですか。何？いや、やっぱりそこから考えて、もう神戸市北区も4万件ぐらいでしょ。で、そこから空き家引いてでしょ。たくさんいて、神戸市北区15万人ぐらい、もしかしたら15万人割り込んでます。ね、もう話急激に変わってくるでしょう。まあ、とにもかくにも、これぐらいで、まあ、今回、動画、終わります。チャンネル登録や、着信通知の設定、皆さんよろしくお願いいたします。わからなかったら、周りの人に聞いたり、販売店の方で、聞いてみてください。多分僕からの情報の方がよっぽど有益だと思いますよ。テレビの情報を見てたら、まあ、特に経済番組、景気景気とか言い出したらもうパッパラパラになりますから。本当にもう経済番組がもうそもそも正直もういらないんじゃないかなとか思い始めて、そこからの報道いろいろ見ていって、ずっと嘘言われっぱなしの状態で毎日日々げんなりするか耐えなきゃならないでしょう。もうその時点でもう嫌気させでしょう、ほとんどの人。もうそういうところからだと思いますよ。本当に本当のことだけをきちと言うっていう、もう本当に状況はかなり非常にまずい状況ですね。ちょっとまあ今15時46分ぐらいなんですけども、一旦ちょっと気持ち立て直します。以上です。